皆さんこんにちは、武田学校講師の武田恒康です。授業始めます。はい、もう大正時代もいよいよもう佳境に差し掛かってきましたけども、これですね、大正天皇のご病気についてやろうと思います。まあ、あの大正天皇は非常にね、体が弱くてらして、でしかも早くお亡くなりになったというね、大正も15年ですからね、まあ、そういうふうに知ってる人は多いと思うんですけども、この大正天皇はもともと体が弱かったようなんです。でも皇太子時代はだいぶね、体調も元に戻ってきて、結構活発に、全国いろいろなあの御用事でですね、だから明治天皇はもうね、徐々に後半は軍事的なあの軍事演習とかそういうのでしかなかなか地方においでにならなくなりましたから、その分の穴埋めをなさったのが大正天皇だったんですね。皇太子時代からかなり活発に全国いらしたわけです。非常にですね、まあ、健康状態もその時期は良かったんですけども、天皇におなり遊ばしてから、急激にですね、また体調が悪くなったということです。やっぱ天皇になるとですね、皇太子と違ってやっぱりいろいろと、ね、自由も制限されますし、体力的にもね、いろいろと負担もかかりやすくなったようです。でもうご即位後から、まあ、徐々に、ご体調不良というのは目立ってきたんですけども、徐々にですね、ご公務にも支障が出るようになってきます。特にですね、大正8年から、はもう徐々に、体調が悪くなってきたようなんですね。で、大正8年の秋にはもうね、まっすぐ座ることができなくなったというふうに言われています。でもともとね、お散歩もお好きでらして、ビリヤードなんかもお得意でらしたんですよね。ところがね、言語障害が出始めるんですね。でこの、大正8年の段階になりますと、当時原首相ね、原敬首相の日記に書いてあるんですけども、会話も十分に簡単な会話もあまり なされなくなってきたと。で首相自らですね、国家の重大事だということを日記に書き記しているぐらいなんです。ですからこの大正8年の年末以降はですね、もう公式なお出かけはほとんど中止になったというんですね。まあ、よく言われるのは、あの大正天皇のメガネ事件であるんですけども、その衆議院の、あれだ、帝国議会の開会式にあたって、貴族院にお出ましの時ですね、この詔書をですね、まあ、お言葉をお読みになるのにこう手渡されるわけなんですけども、でこれが終わった後を丸めて渡すということなんですが、その詔書でもってですね、こう覗いてですね、こう見渡したというこういう話がまことしやかに語られているんですね。で大正天皇はもうちょっと頭がおかしかったと、精神的に狂ってたというふうにですね、言われるんですけども、実はこれはですね、どうも作り話っぽいんですね。でまあ、大正天皇も徐々に体がですね、ちょっと動きにくいといいますか、歩きにくかったり座りにくかったり、そういうふうにですね、症状が出てきたんですけども、もともとこれはお小さい時に、高熱を出すような風邪にかかってですね、脳膜炎を起こしていたと。でそれが徐々に、悪化してきて、大人になった後もですね、そういうこの脳の障害が残っていたというふうに言われているんですね。とはいえ意識ははっきりしてますし、物事もちゃんと、ね、分別あり、会話もなさってらっしゃいますし、しかも大正天皇は漢詩ね、漢詩って漢字で書く詩ですね。五言絶句とか七言絶句とかありましたよね。漢字だけで書く詩ね、漢詩の達人でもあるんですよ。
そんなね、もう物事の分別もつかないような精神的なね、障害のある人がそんな漢詩を読めますかということなんですよね。そして周りのものにね、あなたはタバコ吸うのかとかね言いながら、周りをびっくりさせたりしながら、いろんなことにご家紋があって、ご興味がおありで、ご家紋があってというね、とてもそんなね、精神がもう錯乱状態にあって、自利弁識能力を失っちゃうようなね、そんなような天皇ではあられないわけですね。でもどうやら開会式の時に、国会の開会式の時に、議長から受け取って、それを丸まってるのをこう広げて読んで、最後また丸めて渡すという作法が昔からあるんですけども、どうもほら手がね、ほら思うように動かない、ちょっと動きづらくなっていて、丸めた時に曲がってないか、ちゃんと負けてるかどうか見ようと思って、うんうんって言ってこうやって見たという、それが、なんか変に伝わって、見えるぞ見えるぞとか言いながらあちこち見渡したみたいな風に言われてるんですけども、どうもちょっと後半は歩き方とか、この手の動かし方とか、ちょっとぎこちない感じがあったというんですね。それがそのような形で語られて、なんか大正天皇はなんか精神的にやばかったみたいな、そんな風に言われてしまったという経緯があるようなんですが、前後しっかり見てみるとですね、決してそういうような方ではなく、ただ最後はこの大正8年以降は相当まともな会話ができないとか、歩くこともままならないということになったそうなんです。で、これ長期化しまして、御容体がね悪化する一方なわけですね。そこで何か発表しなきゃいけない、だってお出ましがないわけだから、ずっと天皇陛下お出かけにならないので、あれどうしたんですかってなっちゃいますよね。いろんな行事中止中止中止ってなるから、何かの説明が必要だということで、大正9年のですね3月の段階で初めて、病状の公表がありました。でこの時ですね、ある医師が、東京帝国大学名誉教授のですね三浦金之助という医師が、病状を診断するんですけども、幼少時の脳膜炎の影響で脳に影響が出てると、これがですね診断結果でした。ところがこれ発表されません、その脳に影響が出てるっていう、ちょっとこれショッキングですよね、国民が聞く場合に。なので違うふうに発表されました。糖尿と座骨神経痛って発表されたんですね。糖尿と座骨神経痛でも全然違うんですけども、そのように発表されました。でしばらく経って、3月の段階で発表されて、それでも、まだあんまり変化がない、良くならない、ですから4ヶ月後ですね、7月の段階で2回目の発表があります。この時にはですね脳に関する発表はなかったんですけども、言語障害が出てるというですね、そういう発表がありました。だいたい糖尿と座骨神経痛で言語障害は出ませんよね。そんなんでだましだまし、国民にはいきなり伝えられないので、ちょっとずつ話、公表されたわけなんです。そして大正10年になりますと、意思疎通もできない状態になったということなんですね。宮内大臣の職にあった、牧野信明という人がいますけど、この方もですね日記を残してるんですね。それによると、一人で歩くことができない、それから左右で支えられて、列車に乗るというありさまだと。それから那須塩原の、御用邸に行った時に、覚えてないというね、ここはどこだみたいな、なんか全然覚えてない様子だったということも、書かれています。あとそれから韓国のね、皇太子で李鴎銀ね、と大正天皇は仲が良かったんですけども、両方ともね皇太子同士ということで、朝鮮と日本の皇太子同士ということで仲が良かったんですね。ところが李鴎銀に会った時に、親しかったにもかかわらず終始無言で一言も話さなかったというんですよね。かと思いきや、牧野信明の、日記を見てますと、私のひいおばさんの名前が出てくるんですよ。
武田の宮妃雅子内親王と、食事がしたいと言って、私のひいおばあさんを呼んでですね、食事をしたということが書かれているんですけれども、でも誰と会いたいって言って、で食事をして普通に会話して帰っていったってわけですから、まあ、ちょっと具合のいい時と悪い時の差があったのかもしれませんですけれども、ちゃんとしたそういう意識があるという時も見受けられるということなんですね。でちょうどですね、この時、昭和天皇がまだ皇太子ですけれども、裕仁親王ですね、皇太子裕仁親王がヨーロッパに外遊でいらっしゃるんですね。でこれ6ヶ月ですね。これは、大正10年、まさにこの大正天皇がですね、非常に体調がよろしくない状況ですけれども、ここでですね、大正10年の3月から6ヶ月間、ヨーロッパにいらっしゃいます。ですから、昭和天皇が初めてね、まあ、皇太子時代にヨーロッパに行って、まあ、イギリスにも行ってですね、で向こうの王族方ともね、いろいろとお世話になったりなんかしてですね、まあ、そんなんで交流を深めてらしたわけなんです。そしてこの昭和天皇がヨーロッパから、まあ、皇太子ですね、裕仁親王、皇太子裕仁親王が、外遊から戻った時に、これは摂政を立てる必要があるのではないかということになります。この摂政というのがですね、これで摂政ですよね。摂政というと、これね、推古天皇の時に聖徳太子が摂政になってね、この遣隋使をどうするかとか差配してましたけども、まあ、そういうなんか昔の平安時代とか奈良時代とかそういう時の話かなと思いきや、今でも摂政というのはこれ憲法に定めがあります。で、まあ、昔はですね、女性天皇の時には摂政がつきましたし、あと天皇が幼少の時には摂政がつきました。まあ、平安時代ぐらいになってくると院政が行われるようになりますので、幼い天皇の時にはお父さんとかおじいさんがですね、上皇として政治を取るということがありましたよね。はい、摂政というのは、まあ、そういう、ね、天皇が幼少の時に、まあ、誰か別の皇族が天皇の、役割を、まあ、事実上担っていくということで、まあ、摂政ですね。で、天皇が幼少の時もそうなんですけども、天皇がご病気の時ですね、その、短期間であれば、摂政を立てる必要ないんですけども、例えば皇太子とかが臨時代行をすればいいんですよね。ところがそれが長期化するとなると、ちょっとその通常の臨時代行というのではちょっと意味合いが違ってきますよね。なのでそういう時は長期化して、天皇がその重病にかかったとか、そういうね、長期化する時には、摂政というものを立てることができます。摂政というのは、まあ、天皇とほぼ一緒ですね。基本的には国事行為を全て行うということです。ですから憲法に定められた、例えば帝国憲法下でもですね、衆議院の解散とかね、総選挙の公示とか、もしくは内閣総理大臣の任命とか、それ以外にも、まあ、裁判所ですね、大審院、のですね、長たる裁判官を任命したりとか、そういうのも、天皇の役割ですからね、そういうのを全部摂政が行うことになります。ですからこの大正天皇が長期間お出ましになれないということなので、であればもうね、裕仁親王、皇太子裕仁親王が摂政におなりあそばして、天皇としての役割を摂政が、担うというのがいいのではないかという、まあ、そういうことになってくるわけなんです。そこでですね、はい、ちょうど、まあ、どこだっけ、ここか、うん、はい、で、ご帰国で、まあ、9月ぐらいに、まあ、ご帰国になるんですけども、ご帰国の翌月になりますね、約1ヶ月後、10月4日、大正天皇の病状が、本当の病状が公表されます。まあ、これまではね、あまり重要じゃ、あまり重大じゃありませんよと、まあ、大事を取って休んでますというような、そんなニュアンスの発表だったんですけど、今回はですね、天皇の病気は回復の見込みがないという、このような発表になりました。
はい、そしてこのご幼少期に脳膜炎を患い、その影響で脳にね、甚大なる影響が生じているということも含めて発表されます。そしてまあ徐々に、この殺生を立てるというね、流れが作られていくんですけれども、11月4日、東京駅で原首相が暗殺されます。はい、まあそうですね、まあ、昭和天皇のよく理解者でもあり、昭和天皇をですね、この外遊に、出るというのもこの原首相がですね、先導して決めたことだったんですけどもね、まあ、原首相が暗殺されてしまうということですね。でそこでですね、もう11月4日に暗殺だったんですけども、11月の22日の段階で摂政を置くために大正天皇に裁可を求めるということが行われます。でこの時はですね、牧野宮内大臣と松方内大臣の2人が大正天皇に拝謁をしまして、ご長男の、皇太子裕仁親王を摂政に、するということで裁可を求めます。ところが、牧野信明が、日記に残しているんですけども、清浄陛下、ね、あの清浄っていうのは聖なる上と書いて清浄陛下、大正天皇のことですね、清浄陛下にはただただああああと、仰せられ、うなずくばかりだったと。恐れながらね、2人で申し上げたことの意味はご理解なさってないような様子だったというふうに書かれています。あーあーと言いながらただただうなずくばかりで、分かってんのかなと、2人が申し上げていることは全然分かってないんじゃないかなというね、そういう戸惑いのことが書かれているわけなんですよね。ですからもうほとんどまともな会話がね、できない状態、そこまでもうそこまでもう摂政を立てるぐらいですから、そこまで大正天皇の病状というのは悪化してきていたということであります。そしてその後ですね、侍従武官の鹿間康介が日記に書いてるんですけども、25日付の日記なんですけども、こんなこと書いてあるんですね。扇町侍従長が大正天皇が使ってらした印鑑を下げようとしたところ、大正天皇はこれを拒んだっていうんですよね。ところがにもかかわらず侍従長はその印鑑を持ち去ったというんですね。でその後内山、侍従武官長が大正天皇の前に進んだ時にですね、先ほど侍従長がここにあった印鑑を持ってってしまったというふうに大正天皇がおっしゃったという、こういう記録が残っています。まあこれについては、ああもう全然右も左も分かってなかったんだねなんて、見ることもできるんですけども、まあそうですね、原武さんがこの大正天皇研究をなさってますよね。大正天皇というタイトルの本が出てますけども、まあ、大正天皇を知ろうと思ったら、原さんの本が多分一番いいと思います。でそこにも書かれてるんですけども、いやこれはおかしいだろうって言うんですよね。本来ね、だから体が動かなくなってきて、でも意識がある、だからこそあーあーとおっしゃったんじゃないのかと。そしてうなずくしかなかった、そして、印鑑を持ち去ろうとした時に拒んだ、そしていや持ってかれてしまったと嘆いたと。これはね、いや摂政はまだ起きたくないという意思の表れではないのかというんですよね。だからね、本当に前後不覚になってしまったならば、天皇の意思確認なくしてね、例えばいきなり脳梗塞で倒れて意識不明のままずっととかっていうことであればね、本人の意思確認なしに摂政を置くというのはありえるかもしれない。ところが明らかに意識はあると、あーあーと言ってね、言葉は通じないかもしれないけど抵抗している様子を見せてるわけだから、それでね、無視して摂政を決めたというのは、これはもうまあ押し込めじゃないかというね、まあ、そんなことをですね、原さんは書いているわけなんです。で実際はこの何て言いましょうね、このまさにこの今戦争に向けた非常に緊張感のある流れの中で、この摂政
になられた昭和、間もなく昭和天皇になる方ですけども、この方は、裕仁親王はですね、やっぱりこのお父様のような開明的で自由でね、分け隔てなくお話になる、そういうような天皇ではなくて、おじい様ですね、つまり明治天皇こそ昭和天皇が目指すべき理想的な天皇像であると。だからお父さんのようになっちゃいけませんよ、おじいさんのようになりなさいよというね、まあ、そんなような、まあ、無言の圧力がですねかかっていくわけなんですね。そしてこれは昭和天皇だけではなくて日本社会全体にやっぱり天皇として素晴らしいのは明治天皇なのであって、大正天皇のようなああいう天皇は日本にはふさわしくないのだというね、そこで自然と、まあ、もう押し込められ、その昭和天皇が表に立っていく、まあ、最初は摂政として表に立っていく、そしてその後大正天皇はお亡くなりになるわけですけども、若い皇太子が天皇としてですね、お父様ではなくおじい様を模範として、厳しい天皇の姿が期待されていくというですね。でもう昭和天皇の時代になりますと笑った天皇のお顔が新聞に載ることもありません。ボツになるんですね。やっぱ天皇が笑うっていうのは良くないという、そういう時代ですね。天皇こそ厳しい顔をしていらしていただかないと、示しがつかないというですね。ですからその昭和天皇が若くして天皇になられますけども、ちょっと大正の時代の明るい雰囲気とは違い、どんどん厳しい戦争に向かってですね、どんどん社会が変化していく、それこそ226事件が起きたり515事件が起きたりですね、いろんな事件があり、そして盧溝橋事件、満州事変、日華事変というふうにですね、ことが進展していよいよ対米戦争にもつれ込んでいくという流れですからね、そう大正の時のようなそんな、開明的な明るい時代ではなく、ね、非常に緊張感のある存亡をかけた、国家の存亡をかけた重要な時期にまた入っていくということなんです。まあ、そんな歴史の、まあ、明治時代も厳しい時代でした、昭和の戦前も厳しい時代でした、その谷間にあるちょっとしたこの短い15年間、これが大正時代であり、まあ、ちょっとしたそうですねオアシスのような、そこだけほっこりできるような、そんなような時代だったわけですね。なので、最終的には、大正天皇は押し込まれ、そして、厳しい時代のを迎えていくということになったんだろうと思います。ちょっと言い忘れしたことありますけど、これ日本でかなりですね GDP が躍進しているんですね。明治23年と大正9年と昭和15年を比較しますけれども、だいたい明治23年を基準にすると大正9年の段階で、GDP が 2.3 倍、で昭和15年に至っては、ね、明治23年から見て 5.2 倍ですよ。まあ、これだけですね GDP が短期間の間に、増えていると。しかもこう明治23年とか幕末に比べたらここの時点ですでに相当伸びてますけどね。ただちょっと統計が全部揃ってないので正確ではないんですけど、ロシアとか中国がですね統計から外れている年だったりするので、まあ、それを入れると第7位とかそのぐらいになりますね。大正9年で、おそらく8位、昭和15年でおそらく7位ぐらいの GDP はできています。まあ、戦後はね日本2位まで行きますけどね、今は中国に抜かれて3位ですけどもね、はい、まあ、ちょっと、明治時代一気に経済が発展し、大正時代もですね大戦景気で発展する、まあ、その後昭和に入ると今度昭和恐慌とか言ってガタガタになりますけども、そして戦争にもつれ込んでいくということになります。なのでちょっとね大正天皇はイメージがねご病気とかねイメージが薄いっていう人もいるかもしれませんですけども、非常に人間味あふれる温かい方で、今のねそういう模範的な家族像を示してくださっている、現在の皇室のですね、原点ともいえる大変重要な意味のある、天皇だったのではないかなというふうに、思います。はい、興味ある方はね原武さんの大正天皇という本は、参考になると思いますので、もしよかったらお読みいただければと思います。それでは今日はここまでです。チャンネル登録をお願いいたします。あと一息で50万。